スイカは敷きわらの代わりにふるいの網の上に置いてます。これから収穫します。重さもだいぶ良くなってきました。直近と切ります。結構いい重さです。音もポンポンといい音がしてます。冷蔵庫に入らないので水で冷やします。これを切っていきますけども、結構皮が硬くて簡単には切れません。切るに従っていい香りが出てきました。はい、二つ折りにしました。あとはおいしくいただきました。